すっごいいい香りが。あの遺跡の車があればするんだけど、前代はできますけど、ね、ランチ鯉のぼりが上がってたらやってるんです。はい、よいしょ、外れてます。もうこの近くなんですかね。そうです。営業中と。あ、鯉のぼりが上がってたらやってるお店と。ふれあい工房無理。はい、来ました。パンとコーヒーのお店。よいしょ、初めてです。初めてです。こんにちは。こういう空間だったんだよ、うん、外から見たら全然わからんな。お店と外観はな、これ作りしてねえから、うん、いや、合うような人。はじゅうきょうなんねぎと思う。発電所お店ではもっとないな、うん、うまいわ。ちょっとあるけど、でもそんな。もうここも大丈夫なところですけど。そう。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これってあの遺跡の上の煙突があったとこ。そう、それ昔の日本大火レンガ。あの遺跡の福田さん、うん、たまっちゃんの福田さん。すっごいいい香りが。これはシナモンで、あら、あっちじゃない。完全にこの周りの人
中心お客さん、はい、お客さん大体そうだな。若い世代の人が今日は来てくださいとか60代の人は若いらしいでって。そうだ、今度ね。そうだから誰だいかん代表の人かなと思ったけど、おかしい、その時間帯がおかしいから、ね、聞くの。はい、そうです3人か4人か、ね、うん、そうだな。コーヒーがこういう感じで、ありがとうございます。コーヒーで、紅茶で、ミックスジュースで、あ、いろいろあるわけですね。もうそれぐらいのもんです。あ、でもまああとはその時のケーキセットを作ってたけど、あんまり作ってない今。ケーキさ、パンも作ってたんですけど、やめます。いやいや、もう注文があればするんだけど、前代はできますけど、ね、ランチとかも、ランチはお母さんが今食べるあのプレ、ちょっとこう、もうちょっと大きいプレートで、パンとバナナとスープと野菜サラダと飲み物、ゆで卵入れて、ここにメニュー載ってねえね。裏メニューです、まあなんか普通に家庭でなんか気軽に頼むみたいな感じですよね。なんか野菜をそこの先の取ってきて作ってんの。すごい、自家製だな。これバスが、ここは止まって降りてあそこに行きますね。そうですね。ね、ということです。を止めて降りて行くということになってます。はい、というわけで今回はふれあい工房麦さんにお邪魔させていただきました。こちらなのですが、まあ、今現在ね、やってないですけれども、手作りパン、ケーキをね、作っていたそうですが、まあ、前もってのね、連絡で、おそらく作ってくれるのかなと思います。その他、吹きガラス、小物などを販売している形です。で、この場所なんですけどね、なかなかその、他のお家とね、馴染みすぎて、まあ当たり前なんですけど、通り過ぎてしまう確率が高い、一番わかりにくいお店なのかなと思います。で、まあ、絶対そういうわけでもあって、まあ、その、なかなか入りにくいというか、これ大丈夫なのかなみたいな。これ普通の家じゃない、普通の家というか、家じゃんみたいな感じで入りにくいイメージもあるので、まあそういうことなんですけど、まあ入ったらまあこっちのもんだと思いますんで、ぜひ行ってみてください。住所がこちらになります。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。